あーでもなんかそう、長期的に円安トレンドだよね、じゃあなんか輸出系とか外貨稼げる方がいいよねみたいな、円安ここまでいくかなとか、これはもう円高なるだろうぐらいは想定しないんですか一回もしたくないです。え、そうなんだ。なんか僕、そのドル円がいくらかも、その今、最近めっちゃニュースでやってるじゃないですか。うん、だから目にするけど、普段はそはドル円がいくらかも知らないですし、興味がないですかね。そ,のそんなとこ 見ててもしょうがないと思っだんでだけ経済番組でやってることは、経済を詳しくなるには役立つけど、株価は読めないと思いますけどね。そうすると、じゃあ経済番組じゃなくて、何をその勉強したら株は強くなるんですか、デイトレードはちょっと難しいと思うんですけど、中長期だと例えば、今回介入がありましたと。<laughs> そのでもけ経済番組とかはその介入とはとか、まあ、介入が入ったとかそういう情報をやるじゃないですかでも勝つための情報としては例えばか介入もなんか何日内に何回までしかやったらいけないみたいな決まりがあるらしいんです、ね、<laughs> だからそっちをちゃんとそっちを分かればそういうところを分かれば2回介入があったから3回目までしかできないから何時までにあの介入が来なかったらもう介入は来ないとかっていうふうに。 分かかって<ー>それをトレードに生かせるわけですよああじゃあもしくはもう最後の会議終わったって言ったらもう会議来ないから動けるぞみたいなそうですそうですすそそううだからそういうふうに経済番組とかで経済のことじゃなくてその仕組みとかそのもっと中身のことをべん勉強するとか会社のことにしてももっともっと深くまでそのことをやれば見えてくるものがあってそこは優位性が初めて生まれるもんで経済番組でやってること自体は。 みんなが知,ってる知ることになるから、そこに優位性はあんまり生まれないんですよ。えー、すげえ、勉強になった。半年に3回で1、1, 1, えー、と1回っていうのは3日以内とかあるんですね。まあ、この数字が合ってるかどうか知らないんで、<う>あの皆ささん確認してくださいそこまで深くやれば優位性が生まれたりするから。ああ、そっか、情報のどの部分を何に使うかっていうところまで、やっぱちゃんと見てるんですね。そそうううですねそういうのを考えて短期だと そういうのを考えたりするし、そういうのを見たときに、そこで、あそうなんだで終わらすんじゃなくて、じゃあ、こういう動きするんじゃないかとか、じゃあ、ここでこうなったときには、この瞬間だけ介入狙いでやっていいんじゃないかとか、でもこの時間を過ぎたら逆に介入狙いは絶対やっちゃだめだとかっていうふうな、このポイント、ポイントを、発想を生まれさせれる人の方が強いと思いますおーチャンネル登録よろししくお願いします。